アブドラフマンやアフメドアイトゥールはソマリアの政治家。ソマリア北西部の事実上の国家ソマリランドの初代大統領を。大統領辞職後、時代大統領と対立し、イギリスに移住。トゥールはニックネームで猫背を意味する。ソマリアの氏族分布。トゥールは北西部のイサック氏族として生まれた。トゥールは1931年、イギリス領ソマリランドのブラオで生まれた。 イサック氏族の氏族ハバルユーニス出身。1939年にハルゲイサの小学校に入学。途中、ソマリーランドの戦いが起こり、学業を中断されるが、1943年に卒業。1947年にハルツームの中学に入学。1951年に卒業。卒業後は、ラスアノド、ハルゲイサなどで公務員として働いた。 さらに、イギリスに留学し、デボンの大学で行政学の学位を取得。1956年にソマリランド独立副地域委員。1960年、イギリス領ソマリランドとイタリア領ソマリランドとが統合してソマリア共和国が誕生した。与党はソマリ青年同盟で政策として大ソマリア主義を掲げていた。しかし、ソマリ青年同盟の政策は、 ソマリア南部よりであり、旧イギリス領ソマリランド地域では不満が高まった。トゥールはトゲア州知事となる。その後すぐにソマリアの首都モガギュの内務省に転属。1969年にソマリア大統領暗殺と軍のクーデターが発生し、モハメドシアド・バーレが大統領となった。トゥールは在スーダン大使館勤務となり、さらに エチオピア大使となった。一時的に、モガディシュ勤務となった後、東ドイツ、アラブ首長国連邦大使。その後、公職から退く。モハメドシアド・バーレはソマリ青年同盟以上に、求心的な大ソマリア主義を掲げ、隣国エチオピアのソマリ族居住地域を併合すべく1977年に、オガデン戦争を開始した。オガデン戦争は、失敗に終わり、 バーレ大統領は大ソマリア主義を捨て、自分の所属士族、ダロットの優遇政策へと転換した。これにより、士族同士の対立が激化し、各士族は軍閥を作って、バーレ政権に対抗し、ソマリア内戦へと突入した。ソマリア北西部でも、イサック士族が1981年に、ソマリ国民運動を作り、エチオピアの支援を受けて、バーレ政権に対抗した。 ソマリ国民運動は当初こそソマリア再統一を政策に掲げていたが、やがてソマリアからの分離独立を目指すようになった。1990年4月、トゥールがソマリ国民運動の議長となった。1991年5月18日、ソマリ国民運動は自身の勢力範囲をソマリランドとして独立宣言した。トゥールはソマリランドの初代大統領となった。 ただし、その後もソマリランド内での戦闘行為は続いた。特に、トゥール大統領が属する氏族ハバルユーニスと、別の有力氏族、ババルアワルは、有力都市、ブラオとベルベラの支配権をめぐって、争いを続けた。1993年1月24日、ソマリランドで、国民和解のための大会議が行われ、国民憲章が採択され、 トゥールは5月16日に大統領を辞職。公認の大統領はババルアワール氏族のイブラヒムエガルとなった。辞任後、トゥールは出身氏族の支援の下、ソマリアを連邦制として再統一すべきだと主張。第二次国際連合ソマリア活動にも協力した。ただし、この運動はソマリーランド政府やかつての支持者の一部を遠ざけることにもなった。 1994年10月には、ソマリーランドの首都ハルゲーサで、トゥール率いるハバル・イユニス氏族と、エガル大統領率いるババル・アワル氏族の戦闘が勃発。翌1995年には、ソマリーランドの他地域に拡大した。1995年12月、和平会議が開催され、1996年5月には、ハバル・ユニス氏族が武装放棄した。 その後の一時期、トゥールは、ソマリアの首都モガディシュにて、軍閥の顧問となり、その後ロンドンに移住。結婚し、ソマリーランドとイギリスを往復する生活となった。2003年11月8日に死去。ソマリーランドの首都、ハルゲーサで国葬された。ありがとうございます。